足立会の者が火付けたとうちの若い者が騒ぎ出してる。兄貴、うまくいきました。片桐に手出したら郷島の信頼もパーなんだよ、パー。ほら、どういうこと。こいつらが市民を扇動してたんです。助けて、助けて。片桐、矢面立たせてんじゃねえぞ、この腐るけどが。その言葉、一度だけは信じましょう。今回の件、ピナクサックありませんか。片桐、こいつら片桐じゃないっすね。俺に和田を取れと。親父を守るためにやるしかねえんだよ。歩く道はただ一つや、任侠の道だけやで。ねえ、災難だったな、このバカや。俺たちには生きにくい時代になりましたよ。